本日私は、ザンパ岬にございますザンパゴルフクラブさんの中にありますパーラー岬さん、お邪魔しております、早速スタッフの方来ていただいております。こんにちは。はい、こんにちは。お名前の方お願いいたします。はい、ザンパゴルフクラブの日賀太と申します。はい、本日は日賀さんにお越しいただいております。早速ですが日賀さん、このパーラー岬さん、おすすめのメニューというのは何でしょうか。はい、今一番のおすすめはタコライスです。タコライス、はい、沖縄が発祥の地として有名になってますけれども、パーラー岬の方のタコライスは、レストランザンパ園のシェフの方で、タコミートからそれからタコソース、それをすべて手作りで、提供しているタコライスとなってます。すべて手作りなんですね。はい、そうです。これはまた、特徴のあるあれですね。で、まあ私ね、タコライスの方もちょっとさっき食べたんですが、僕のおすすめではチーズバーガー、昔ながら あのチーズバーガーといいますかね、沖縄のこれ特徴的あります、あると思うんですけど、いかがですか。はい、こちらの方も、シェフの方で、ハンバーグの方から全部手作りで、作っておりまして、それを昔懐かしいあの柔らかいふんわりしたバンズ、そこに手作りしたパテで、トマト、ピクルスで、そういったのが乗りまして、ちょっと酸味が効いてるけれども懐かしい味ということで、はい、そちらの方を提供させていただいてます。はいね、私も地元の人間からすると、うん、もう本当に懐かしいなという味のハンバーガーでございます。ぜひね、観光客の皆さんお試しいただきたいと思います。でまたご利用される方々っていうのはね、まあどういった方が多いんですか。はい、ゴルフをする前ですとか、であとこの近所にある畑のおじいちゃんおばあちゃん、はい、そういったあの地元の方にも、結構利用されてもらってます。であとはあのビーチでちょっとしたあのお昼ご飯にとかということで、テイクアウトの方もしてますので、幅広くこう使っていただいているような、はい、パーラーですね。なるほど、まあね、あの観光客の皆さん隣はね、あの沖縄ホテル、沖縄ザンパ岬ロイヤルホテルさんありますので、そちらの、ね、朝食という形で、ね、またあの出られる方で、ね、こちらで朝食してみてはいかがでしょうか。営業時間と、まあ、定休日、あとお問い合わせ先お願いしてよろしいですか。はい、営業時間は毎日11時からで、ラストオーダーが、平日は6時、土日は5時になっております。でお問い合わせ先は、ザンパゴルフクラブの方になってまして、958-1938イクザンパで受け付けております。はい、では最後にラジオ映像をご覧の方へ一言また PR お願いいたします。はい、あの1階に位置するパーラー岬になりますので、ザンパの公園ですとかビーチに行くときには持ち帰りの方もあのできますので、ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。はい、本日は、ザンパゴルフクラブさんにございますパーラー岬さんお届けしました。本日日賀さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、ブルーシール